はい、じゃあ、とりあえずね、水爆風の動画、今日ね、2週目の、2日目ですね、土曜日、3本目の動画ですね、頑張っていこうかなと思いますが、ピントが合ってない。さあ、どこだ？草寺と？こっちか、お近いな。ちょっとね、スマホのポケモンのホームの方もね、またちょっと交換中なんでね、ちょっと音うるさいんでごめんなさーい。てか俺今更なんだけどさ、この犬ってさ、6V にしたっけ？すげえ、そこの疑問が湧いてきた。エイバムだったんだ、さっき来たの。まあ俺、エテボスのユルチェが使ってるんで、ぶっちゃけいらないんだよな。しかもこれあれっすか、多分あれっすかね。追加コンテンツで手に入れたエイバムですね。レベル59なんで。特にいらねえや。まあ、ユルチェだったらね、大事に育てますけど。うわぁ、ゴミメンツ。これ、ひでえメンツだな。これ、マジで焦げパン落ちたら終わりっすね。しかもそこでいきなりぶっ走りくれたのでかい。もう一発来い、もう一発来い、もう一発来い、ナイス。これで4段階。ファイヤー。オッケー、これで6段階。早いんだよな。あぶね、たまに本当にエボタの連打で滑るときありますよね。ブレーキが効かない。まあでもこれで半分多分突破できるんで、多分壁張られてって感じですかね。急所か？いや、急所じゃなくてこんなに入ってるのか。さあ、何が来たかな？うわ、また小児起きたの？いらねえ。いて、髪の毛抜けた。ちなみに、昨日撮ったやつね、まだ編集し終わってないんで。それもね、今日からやんなきゃいけないんで。じゃないとね、もうね、あの、足以降の分ないんですよ、動画。あれ、今リセットかけられたっけ？まあ大丈夫か。突っ張ってみましょうか。あ、大丈夫です。リセットかけられてね。危ない危ない。ただこれ、一撃で落ちねえかな？無理か。ちょっと残る？あー、ちょっと残るか。まあ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 、全然いいや。焼けなきゃある。焼けなきゃある。焼けなきゃあるけど、まあ大丈夫でしょ。オッケーオッケー、ナイス。ちょっと焦げ焼けばそうですね、6面されてるか。もうどうせセリーヌ飛びに行くんで、ちょっと確認しましょうか。俺多分ね、この焦げ焼けパン、6V にした記憶はないんですよ。あれ、したっけ ?6V かもしくは、防御特防と HP だけ振ったかな。マジで記憶にないんだよな。とりあえず、おー、ラッキー2万5000円1個。2万5000円の、不思議なアメリカ2500円が2つ。王冠が2万アド。ポイントアップでドリンクが7。アメが11。不思議なアメが4つ目。ドリンクが10。不思議なアメが6個目。アメが16と。以上で19万7000円ですね。まあまあ動画の始まりしては全然美味しい金額出ましたね。危ない危ない。古城またいらん。この古城ってレベルどんぐらい強いの？レベル1か。ってことは不可厳選の残骸ですかね。いやまあロース砂漠だからどうなんだろう。まあみんながどこで卵孵化するか知らないけど。でもこれやったっけ？ドリンクは振ってあるな、知ってるんで。
ドリンクは振ってあるんだけど、問題は。あ、ぶっぱしてねぶっぱしてねえんだ。じゃあ、ぶっぱしてくるか。ついでにぶっぱしに飛んじゃいましょうかね。どこだっけ。あ、なっぺ、あ、こっちだ。俺、逆なんだけど、よく先週ぶっぱせずにこの犬頑張ったな。今気づいたわ。今気づいたって、この動画は3本目ですからね。銀の王冠だったらね、今の試合とかでちょこちょこ手に入ってるんで、多分ね、20いくつとかね、ひたすら買ってるんで、3、40ぐらいねえかな。あ、60ぐらいあったわ。HP と防御と特防だけでいいや。素早さ振っちゃう。まあ、素早さもついて振っちゃうか。全部振っちゃいましょうか。ちなみにこれでどれくらい変わるのかな。まあ、どれくらい変わるかって、ビフォーアフターなんでわかんないですけど。まあ一応361か。で、259。待って、360強くね？おカビゴンどこだ？カビゴン、カビゴン、カビゴン。ちょっと待って、カビゴンどこだ？カビゴンうちいたっけ？ガチガマでいいや。ね、確かに、ね、ガチガマね、これね、瓶に全部振りしちゃってんだよな。あー、防御に全部振りしたガチガマですら309か。あ、それ考えると、この焦げパン強くね？ 360 しちゃってんだけど。まあ、成果構成もね、かかってるんで。まあ、無理やりね。まあ、じゃあそうですね。これで多分あれかな。少しは、多分なんですか、防御手続値上がったんで、多分ダメージ出すかなと思うけど、どうだろう。みんな思ってんだろうな。え、お前何、突っ走りながらぶっ走りながらって多分思われるんだろうね。俺も今自分で思ってる。普通に俺が引いてる。あれ？俺どこに飲んだ？合ってるか。たまにこうさ、街の前のさ、あれなのかさ、分かりづらいんだよな。おっ。さ、またおしゃばあるかな。抵抗の羽、ダークウォール、リズチーム。じゃあリズチームから。あ、でも、リズチーム今買ってもさ、微妙なんだよね。今回の爆風の報酬出てきやすいのが、リズチームとインドメタシンなんで、俗に CS ブッパー。CS なんで、まあ12万いかなきゃいいか。まあ、10万で買えればいいや。リゾチーム何本セットだか忘れたからいいや。多分15本ぐらいのセットだと思うから。多分そんなに価値もないですね。17万。ちょっと後で動画見返しとこう。リゾチームが何本セットだったか。俺すぐに忘れるんですよね。本当に記憶力悪いんで。でもね、脳波検査したときにね、異常なかったんですよ。これでも。これでもって自分で言いたくないですけど。特に、例えばですけど、こういうふうにさ、今回の例えば、レイド用に、まあ、ポケモン育成に話したとき、例えば、まあ、今回で言うと BD ブッパーにしてるんですけど、俺は。例えばそのときに、まあ、B に25振って、まあ、ドリンクで25振ってから、こういう羽で2振るとか、人によってはね、そのままドリンクで26ぶっぱっちゃうよって聞けるんですけど、俺はね、意外とね、羽買っちゃった方がね、安いと思うんですよね。まあ、1本1000円っていうカウントすればの話なんですけど、ちなみにいくら？2万400円か。まあまあ2万400円だったら、そうですね、あ、どうっすね。よし、キー。じゃあ、セーブ入れ替えましょうか。マグマックがいらねえ。タポルの実って俺持ってたっけ。何の木の実がどんくらい在庫あるか分かってねえんだよな。タポル、あ、タポル全然欲しいわ。なんか、おお、54個全然ありがたい、ありがたい。そうっすね、4万までなら出すわ。木の実なんかね、野生で拾うのめんどくさいんですよ。羽の方がね、拾いやすいんですよ。あれ、海行けばすぐに、羽なんかくっさらと落ちるんで。
ただ、木の実はね、そうそう落ちてないんですよね。しかもラッキー、2万どうしたんだ ?2 万900円。もう全然安い、全然安い。ちょっと待ってくださいね。おしゃぼはどうかな。こっちはモンスターボールお、タウリンか。タウリンだったら何本 ?25 本か。オッケーオッケー。まあ、23万で落ちればどうっすね。おーし、ナイス。まあまあまあ、1本分ぐらい分安く買いましたね。23万。3700円。まあ確かにね、あの普通にあれか、デリバートポーチってね、タオリン25本買うと、まあ25万なんで、そうそう1万6000か。1万6000ぐらい、そうそう安く買えたんで、まあ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 。本当はもうちょっと安く買いたかったですけど。だから次はどこだ?ここなんだ?ああ、ミネルバのある、ミネルバじゃねえ。なんだっけ。名前忘れた。なんだっけ、あの、炎虫。ウーラオスじゃなくて、ミネルバじゃなくて、ウルガモスだ。ウルガモスの進化前ですね。これが鋼か。あ、こっちか。まあ、こっから飛んじゃった方が早いですね。あれ?ほんまにウルガモスの進化前ってミネルバだっけ? あ、ごめんなさい。ミネルバじゃねえ。正しくはメラルバだ。地味に名前間違えて覚えてたんだ、俺。すいません、メラルバですね。失礼しました。ミネルバってなんだろう。そんなポケモンいんのかな。ミネルバってポケモンはいねえ。失礼しました。なんでミネルバで覚えたんだ。でもなんか、いそうな名前ですけどね、ミネルバって一般的に。あ、なんだ、こっちだったんだ。飛ぶ必要なかったか、そんなに。あら、よっと。一着地成功。さあ、ドリンク、あの、あれですね。王冠使ってぶっ破した。さあ、ワンちゃんがどこまでいけるか。じゃあ、一回ミラクルボックスいけるか、ちょっと再起動するか。まあ、ウィンディーとハラバリーと、まあ、ケンタロスか。特にミラクルボックスは、今のところなしか。てかね、俺でもね、色違いのポケモンってね、本当に当たり外れ多いと思うんですよ。このワンちゃんはね、そう、ワンちゃんって言うけど、ワンちゃんはさ、俺結構さ、これ色違い当たりだなと思うんだけど。俺ね、本当にね、個人的にね、色違いで外れだなって思うのはあいつらっすね。ぶっちゃけエーフィーは外れだと思う。言い方悪いけど。意外とね、なんだろう、かっこいいなって思うのは、ぶっちゃけルチャブル。あの、緑っぽいルチャブルが、なんか暗黒ヒーロー的な感じになる。あれ結構ね、ルチャブルかっこいいんだよな、個人的に。ただね、全般的に言うとね、紫っぽい。紫とかね、なんかそっち系、ピンク系に転がる色違いって、結構気色悪いの多いんですよね。ドンカラスとかヘラクロス、スリーパー。これも色違い不気味だし。そうですね、ファイアローもぶっちゃけそんなに色違いかっこいいかって言われたら微妙だし。なんか、ハガネロはかっこいいんですけど。そうだな、でも俺が一番好きな色違いってなんだろう。
俺が一番好きな色違いやっぱりあいつかな。やっぱり使い慣れてるっていうポケモンも考慮すると俺一番はやっぱりあいつっすね。あの草タイプのあいつ、名前が出てこないんですけど、あの俺がよくダブルバトルで使うあいつ色違いなんですけど、あれ本当にねかっこいいんですよ。かっこいいってか可愛いんですよ。今名前出てこないんで、そのポケモンもあのポケモンホームに予備タンクいるんでちょっと探してるんですけど、なんだっけなあいつの名前。急所で本当にすげえな。ぶっ走るだけでこんなに入るんだ。ってことはもう次一撃で終わりじゃん。うわ、もうちょっと早めにぶっ走しとけばよかった。気づくのが遅かったわ。で、やけどしなかったらそうですね。確定で一発入るんで、問題ないですね。あの、皆さんも次からあの王冠使いましょうね。あの、もしないよって人いれば、あの、あげるから。金はあるから。全然あげるから。マジで。早くね、ほんと試合終わんの。だって、あの、ワンサークル16分ですからね。で、ちなみにこっちは。ミントが1個か。ちょっと待ってくださいね。L が、ちょっと待ってくださいね。L が11。ちょっと待ってくださいね。L が11。ミントが2万。XL が6。L が16。王冠が2万。お、水星のかけら2万5千。これ後だな。もう一発ミント、ちょっと待ってね。もう一発ミント。で、ドリンク3本なんで、めちゃくちゃアドっすね。え、21万7千ですね。まあ、ちょっとね、まあ、タウリン無理くり買っちゃってあるんで、まあ、なんとかね、プラスには持ち込みましたけど、そうですね、動画的にはギリプラスっすね。動画的には。まあ、前半戦ですけどね。したらじゃあ後半戦いきましょうか。したらね、ちょっと色違いの僕も探しておきます、ついでに。ちなみに俺が言った色違い、こいつっすね。ラランテス。ラランテスって原色は、赤っぽいんですよ。まあ、逆なんですよね。俺のテラスタルと。図鑑番号いくつだっけ？あれ、これ図鑑番号反映されてる？ 248 番か。ちょっと待ってください。どうせ空飛ぶんで、248ってことはケツから行った方が早いのか。何かが反映されてる？誰だ？多分、長者かなんかが反映されたのかな。いや、違う、取り取るのか、なんかわかんないけど。まあ、たまに色違いが飛んでくるんで、その色違いが反映されたんですかね。今回の図鑑ね、これ、色違いとかも新しく反映されやすくなってるはずなんで。普通、色違いって、こっちの図鑑から出ないんですけど、これ出るんですよね。あれ、出るよね。あ、これ図鑑表記だったか。あれ？あ、色違いもこっちか。一応、これが原色のランテスなんですけど、これ赤っぽいやつ。まあ、草タイプには見えないと思うんですよ。一般的な炎手っぽいな感じするんですけど、あの、色違いになると、完全な草デブに化けるんですよ。で、俺はテラスタルで、あの、炎テップに切る癖があるんで、ラランテスは。あの、だから、ね、結構ね、ラランテスの色違いはね、俺一番なんか、しっかり着やすいっていう感じがするんですよね。草タイプが緑タイプ、あの、緑って感じなんで。なんか、ラランテスはそう、可愛いんですよね。どうすかね。個人的にラランテスはありなんだよ。あとね、フォレトスはね、どうだろうな、フォレトス、まあ、ちょうど近くにフォレトスいたんで、フォレトス行きますけど。まあ、原色のフォルトス、これに対して、これっすからね、フォルトス。まあ、はっきり言っちゃいいけど、タマスかね。はっきり言っちゃうと、フォルトス2個並んだ瞬間に、タマスかね。なんか棒持ってこいって話になりたくないですね。まあ、すげえ下品な気がしますけど。次じゃあ、どこだっけ。ラランテスはね、今まで見てきた色違いのがね、一番本当にね、愛情を込めて撮ってたの。頑張りましたからね、ブラックで。ブラックワードとか、オメガルビーで。オメガルビーがあっちの 3DS のガセットでめちゃくちゃ頑張ったんだ。ここでかめんどくさいから。で、鉄塔から飛んでちょっとこれくらいのコイン集めるか。はしごの方、いちいちめんどくせえな。俺癖で押しちゃうんですよね、プラスボタン。これ二重構造？見た感じ二重っぽい。
次の照らしたらあそこか。ラッキー、痛みっけ。レベル50ぐらいがいいな。レベル低いとね、そんなにもらえないんですよね。いやー、レベル50ありがたいな。レベル50だとね、30枚ぐらいもらえるんですよね、確定で。おー、100枚もらえた。ラッキー。あれ、そんなもらえるんだ。これくれって何枚なんだ。一応これね、カウント的には0単位でもらえるんで、必ず1枚抜いとかなきゃ事故るんですよ、これ。あ、おい、こっちだ。これくれ、これくれ。明らかに枚数が3桁いってる人らしいだけなんで、簡単なんですけど。諦めた。諦めた。一致抜きピース。これくれ、これくれ。あ、ただただ、500もいいか。まあ、全然足りないっすね。1,2,3。ボタンションしてロッキー飲んだろ。あ、まあ龍米か。まあ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 龍米ならまだいいや。ギリ届かなかったか。やっと充電47まで溜まってくれた。ちなみにこれが3の3か。メモしとかないとね、わかんなくなるんですよ。な今回はでも、どうと、あれ、どうだよな。どうと、そうですね、あいつなんで、全然アドなんだよあと2発か。OK、ここの鬼ビアード。もうナイス、この会合じゃもうアード。したら一発は確定で壁壊せれるんで、これが100キャコじゃなかったら全然、気合玉だったらまあ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 ですけど。
オッケー、ナイス。でも終わりましたね。ラッキー、ラッキー。でもやっぱそうさ、早めに王冠使うの、なぜ使ってなかったんだろう。使ったつもりでいて忘れてたんですかね。ぶっちゃけ自分でもわからん。とりあえず、飴が一発16か。ドラリンクが7。不思議な飴が2つ。星のかけらが2つ。ドリンクが3。合計で10分。飴が19。水星のかけらが25,000円。不思議な飴が最後2つで。合計が186,250円ですね。まあまあ18万なら、うん、悪くないですね。OK。そしたらセリー行くか。セリー、セリー、セリー。どこだっけ、こっちか。マトマト、リピートボールと、まあ、傷薬か。じゃあいいや。15,900円か、まあまあ安いっすよ。さ、今度は、まあ、羽か。思ったが羽でも一気に買ってるけど大丈夫かな、在庫。あ、でも全然大丈夫そうだな。一番多いのは知力と筋力ですけど、まあ500万でしかないんで、全然余裕ですね。ロッキー39,000円か。こっちはスーパーボールとミックスでいらねえ。一応これがそうですね、4本目のバトルになるんで、これで一旦動画切り替えて終わりましょうかね。どこだ、ここで地面か。じゃあ大丈夫です。
これくらいいいのかな、なんか落としたけど、ちょっと登ってみましょう。ついでだね。テラスタルは、あっちか。多分1、2で飛び切れそうだな。あ、いていて。あー、レベル低いか。残念。あれなんだよな、ね。これくらいのイベントやってたときって、俺まだ SV 始めてなかったんで、ちょうどね、これくらいがね、在庫処分がね、多かったときに俺多分始めてるはずなんだよ。あー、ギリギリ足りねえか。やっぱヘラクロスマニューロマジ邪魔だな、あいつら。出して飛んでるからさ、自動的にある意味さ、いかだけさ、体力満タンにするトンボ返りやってるのに近いんだよ、俺から見たら。面白いっすけどね。急所ネタになきゃ確定で一発は耐えるんで、壁ギリギリぶっ壊せるかぶっ壊せないかだと思うんだよ。うん、ギリギリとぶっ壊せるかぶっ壊せないかだった。まあ、あとは一発で突然落ちるんで。100機はこうなら全然いい。しかもさ、S ぶっ壊しちゃったせいでさ、うちの方が若干早くね？うん、うちの方が速くなっちゃいましたね。やっぱ S 鍛えちゃいけなかったな、失敗した。まあいいや。まあ落ちたけどさ、ぶっちゃけ数ミリでしょ？辻切りで落ちるでしょ、多分。
本当に辻切りどうした。金額的には一応これね最終ですけど、不思議な目が2500円が2つの飴が11、16、不思議な目が4つ、飴が21、星のかけらが6000円が2つで不思議な目が6以上か。ちょっと安いっすね。127,750円か。あ、そんな安い？そうですね、不思議な飴が6口、飴がプラス15口で、そうそう、お城かけらなんで、安いっすね。12,775円。まあまあまあ、しょうがねえか。ごめんなさい、127,750円。まあでも、この動画的には全部で、127,750円の、186,250円の、217,000円の、197,000円なんで、まあ、トータルで728,000円を稼いでるんで。あと、そうですね、買った金額で言えば、41,000円と46,000円なんで、まあ、約9万。に、ボール代30万なんで、40万でプラスになってるんで、まあ、学校大会でそうですね、変わんないぐらいのプラスかなっていう感じはするんで、まあまあ、悪くはないですね。じゃあ、3本目の動画撮ったんで、SD カードのね、容量見ながら、ちょっとね、動画切り替えたりしたいと思いますんで、一旦終わりたいと思います。では、また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。